皆さん、こんばんは。こんばんは。アビームコンサルティングスプリングキャンプ2021キャンプだよ。全員集合。えいやーこらやった、なっこいじゃっちゃった、ほらやー、オッケー。本日 MC を務めさせていただきます松浦彩です。そして松岡亮介です。お願いします。お願いします。えい4日目。はい、4日目4日目に突入。まあキャンプはね、もういつだ、はい、10日目ぐらい。そうですね、10日目ですかね。ね、はい、なかなか10日もなるとね、うん、選手も疲労が溜まってくると思いますけども。そうなんですね、やっぱり、うん、今日はでもゲストに来ていただいて、はい、僕が笑わして元気に帰っていただきましょうかよろしくお願いします。でも今日ね、はい、あのトレーニングキャンプがあったって聞いたよ。あ、トレーニングゲームありましたね。そう、うん、あ、ゲームか、ごめん、うんうん、で、あの得点者見たらハンダリク選手、リック君が得点上げてましたよ。すごい、昨日のゲストですねそう、昨日だから疲れさせて正直心配やったんですけど、うん、いろいろ無茶振りとかしたじゃない。はい、そうですね。 それが心配やった、無茶な振りにも答えてくれて、はい、いい方でしたね。そう、ただ試合という結果にも答えてくれましたね。そうですね、あの今日この YouTube ライブが始まる1時間ぐらい前に上げられていたツイッターで、うん、ハンダリク選手満面の笑みで映ってましたよ。よかった、スマイルビクトルから言われたことね、スマイル、ね、はい、しっかり守ってスマイルでしっかり体現するあたりがいいね。ね、素敵ですよね。ぜひ本日を山形のツイッター、皆さんまだ見てない方はチェックしてみてください。はい、さあでは今日はどんな方々が登場してくれるんでしょうか。本日の選手のご紹介です。この方々です。よよろしくお願いします。はい、さあ本日登場してくださる選手は岡崎健也選手、阿部奏人選手、ミン・ソンジュン選手です。よろしくお願いします。よろしく、よろしく。ではまずはあのお一人ずつ自己紹介をお願いしたいのですが、では岡崎選手、阿部選手、ミン・ソンジュン選手の順でお願いします。では岡崎選手から。岡崎健也です。30歳です。3児のパパしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。30で3児のパパ、これは後からほじくらなあかんねそうですね、大丈夫ですでは続いて阿部選手。阿部奏人です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。何歳ですか？18歳です。18歳。お子さんは何人ですか？あ、5人います。えボケてる冗談冗談、分かってる分かってる、冗談分かってるわ皆さん、この選手できますよね。あのちょっと風の噂でシャイな子ですって聞いてたんですけど、最初から入れ込んできてくれましたね。素晴らしい、いいね。よろしくお願いします。大型新人現る、うん、オッケーオッケー。では3人目、ミン・ソンジュン選手なんですが、あのほうほう、私ちょっと昨日 Google 先生に韓国語を習ってきまして、ちょっと伝わるかわからないんですが、ちょっと韓国語でちょっとお話しさせていただきますね。アニョハセヨ、チャルプタッカンミダ、ソンハーミンオトッケテセヨ。21歳、ミン・ソンジュンです。よろしくお願いします。あれ日本語喋れるんかい、ペラペラ日本語喋れるんかい大丈夫です。大丈夫なの？大丈夫です。あ、すごい。あ、びっくりした。今、松浦さんの努力何だったの昨日 Google 先生と特訓したんですけど、何だったんですかねリスニングしながら一生懸命覚えたんですがすごい。日本語はどこで覚えたんですか？自分で勉強しました。お、どれぐらいの期間かかった？去年にずっとしました。1年間はい、1年間。わあ、すごい。あのスタッフさんからの情報によると、本当に頑張り屋さんで、うん、日本語も数ヶ月くらいで、
あの簡単な会話だったら問題ないくらいに上達されたとのことでした。びっくりした今。びっくりしました。お互い合ってなかったね。日本人が韓国語で、韓国人が日本語喋っても、はい、あの果たして私の韓国語が伝わってたのかも怪しいですけどね。そうやな、はい、頑張ろう頑張ろう松村さん、頑張りましょう、よろしくお願いします。はい、よろしく、お願いします。お三方よろしく、お願いします。あと YouTube のコメントでもすごい日本語が上手っていうコメントがたくさん届いてます。ミンソンジュン選手にすごいね。ねえ、で、あの、今3人の選手、岡崎健也選手、阿部かなと選手、ミンソンジュン選手にお越しいただいていますが、うん、この選手の皆さんへの質問を大募集しています。YouTube のチャット欄にコメントができる方はチャット欄にコメントで、質問したいことつぶやいてください。で、あの、はい、チャット欄にコメントができないという方は Twitter でハッシュタグキャンプだよ全員集合をつけて質問を投稿してくださいね。たくさんお待ちしています。はい、で、あのですね、実は今回はあの事前に選手の皆さんに質問をしておりまして、その答えをスケッチブックに書いてきてもらっています。なるほど、はい、事前打ち合わせありということね。そうなんです。うん、進行がスムーズやからね。そうですね。よりたくさんの話が聞けるように。なあ、時間を、契約もそうだよね。でも進行がスムーズだよね。すごい、やりやすいです、こっちも。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。誰が裏話声優って、そんな。そんな裏の話なんねん。はい、行こう行こう。後で会ってきましょう。で、その質問が、あの、やっぱりサポーターさんでもよく質問を、ね、される方が多いんですが、仲のいい選手は誰ですかというのをちょっと聞いております。なるほど。スケッチブックにそれぞれ書いてきていただいているので、そのお答えをこれから3人同時にどんどん出していただきます。じゃあ皆さん準備はよろしいですか。うん、さあ、仲のいい選手ってことやね。だから、はい、普段、あ、そういうね、普段のことが見れるっていうのは嬉しいよね。うん、ね、そうですね。うん、さあ、行きましょうか。はい、では、うん、回答オープンお願いします。ドン。お、よく見えない。あ、ん、もう少し近づけていただいてもよろしいですか。見えない。松浦さん、あんたどこにいるの。すごい、すごい来ましたね。うん、岡崎選手が山田拓実選手。はい。矢部選手がハンダリック選手、そしてミソンジュン選手がビニシウス・アラウジョ選手。なるほど。おお、そない以外でもなかったかな、どうかな、皆さん。王道です。そんなこと言わないでください。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、ケンヤ選手、うん、山田拓実選手、はい、ケンヤ君は去年から、おととしか、2019年から山形来て、はい、はい、なぜ山田拓実選手ですか。勉強になります、一緒にいたら。お、どういったところ、どういう点で、うん、おしゃべりなんで、ずっと喋ってて、こうなんかモンテが好きすぎてずっとモンテの話してます。モンテ愛が強すぎてすごいです、溢れてます。勉強になる、うんうんうん、一緒にいたら。あ、もう愛が強すぎてサポーターさんからは中の人って呼ばれてるみたいですよ。そんな用語あるんですか。使います。え、よくじゃあご飯とか行ったりする。ご飯連れて行ってもらいます、結構。優しいんでね。そうだよね。はい、まあ、彼も家族ができて、お互い家族付き合いとかもあるんですか。じゃあ、ありますね、結構。まあでも普通に昼ご飯とかもよく行きますし。うん、あ、よくしますね。モンテ愛が強すぎてちょっと困ってます、はい、ちょっとたまに傷ってやつ、はい、ちょっとだけですけど、ね、まあちょっと多めに見てます、それは。でもサポーターさんからは今、あの、嬉しい、さすがっていうコメントがもう大量に届いてますよ、山田選手に対して。あ、だからすごく何ですか。すごくだけです。すごくすごく、その後が本当欲しいんだけど、うん、はい、すごく前で大丈夫です。やめときます。山田君、今日はすごくだけで止めてきますよ。
なるほど、そうだよな。オッケーオッケー、素晴らしい、うん、はい、では続いて阿部選手は半田陸選手と挙げていただきました。はい、まあ年も近くて、うん、で結構自分がわからないこととか、こう山形のこととか結構教えてもらったりして、で練習後とかもご飯とか連れてってもらったりよくしてます。うーん、ご飯連れてってもらってるんだ。はい。どういう話するの？もう19、18の子たちはどういう話してるの、ご飯で。んー、でもサッカーのことが基本、プレーのこととかが一番多いです。あー、サッカーの具体的にはどういうプレーのこと、うん、そうですね、まあその守備の仕方とか結構陸くんから教わることは多いです。技術論か。はい、すごい真面目ですね。ね、いや、いいことよ。花人、うん、選手からして、じゃあ、 あの山田選手のモンテ愛的にはどう？いや、もうすごい溢れてる、溢れてます、ね、モンテ、はい、すごいで止めとく。じゃあ今日はもうすごいで。まあでもな、そうやな、見習うことも多いからな、いろんな先輩を見て見習っていってほしいですね。はい、うん、OK、 はい、ね、では、ミンソンジュン選手は仲のいい選手にビニシウス・アラウジョ選手挙げていただいています。はい、はい、去年にすごくうまかったらしい、うんうん、すごく優しいです。どうなんだ、ビニシウスと話すときは何語で喋ってるの？うん、日本語ちょっとと英語ちょっとで喋っています。ん、日本語でも話すんですね。英語も喋れるの？ちょっとだけです。もうすごいね。ちょっとケンヤ君、ちょっと英語で喋りかけてみて。 How are you? だから分かんないです、こいつ。英語知らないです。いや、お前の方が分かってない、多分。今、中学校の教科書で習うやつみたいな。ここまでで止まってました。そうか、英語喋れるんだな。いいね。うん、ね、ちょっとカナダ君、ちょっと喋ってみてくれる？Do you like soccer? 分からないです。分からない。ソンジュンダメで、できないで、できないで。ソンジュン、英語勉強し直した方がいいっす。だよな。ソンジュン、これあかんな。大きいこと言うだけです。注意します。夢はでっかくね。うんうん。あの、そんなミンソンジュン選手に質問が届いてるんですが、はいはい、おうおう、怪我は治りましたか？あ、よくなりました。よかったよかった。どうなんだ、うん、怪我もう練習してる？もうちょっとあと3月ぐらいにしてます。はい、そうか、いいね、頑張ってな、うん、ね、しっかり直して頑張ってください。まあまあ頑張ろう。うん、そうか。で、あの岡崎選手にも昨シーズン本来の力を発揮され大活躍されましたが、一昨年と昨年で何が具体的に変わりましたかという質問が来ています。なるほど。まあ特に何も変わってないんですけど、うん、まあ、1年目ね、こう期待されて7番背負って頑張ろうと思ったんですけど、何も結果出せずに悔しい思いしたんで、それをなんかこう跳ね返すじゃないですけど、見返す気持ちで、あの覚悟を持ってやりました、去年は。うん、1年目から覚悟はあったんですけど、うん、本当どん底のあれだったので、うん、頑張ろうと思ってました。まあな、7番の重みっちゅうのはな、山形いる限りはあるからな。噂だけはね、すごかったんで。どんな噂聞いてたんですか？まあ、言えないですけど、あの、うん、セカンドボール取るのがめちゃくちゃ早くて、本当に近くの見えてる人にしかパスを出さないっていう噂を聞いてました。おい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 、それ選手としてじゃダメじゃねえか、それ。そんなことないです。見習ってます。見えてる人にパス出すって小学生ができることだぞ、それ。
それ忠実にできるのすごいなと思って、いつも勉強にさせてもらいました。ありがとうございます。助かります。そういうとこ別に見習わなくていいからね。ケンヤ君はケンヤ君のええとこある、そこはやっていたらいいから。わかりました。そういえば一昨日も南選手がボランチやってる時に聞いたら、まっちゃんのいい部分を見習ってますとか言って、どこがやねんって言うといたけど、お前らほんまおちょくってるやろ。いや、そんなことないですよ。今でも話題になります結果、松岡さんの話は。え、ちょっと教えて。どういうの？これだけ、その、セカンドボールすごいっていうのだけも結構話には出てきます。あとはあんま出てこない。え、結構仲間に焼肉おごったとかの話出てこない？一回も聞いたことないです。あんま言う人いない。言う人いない？結構投資してんけどな。投資外れました。以上です。阿部選手にも質問が届いてまして、山形に来てそんなに日は経っていないと思いますが、山形と福島で違いを感じている点は何かありますか？だそうです。そんな違いっていう違いはないんですけど、まあ人を住んでる人の温かさをやっぱ山形の方が、第二の故郷みたいな。お、早っ。あれ、住んでどのぐらいでしたっけ？うん、いや、まだ住んでない。住んでないのに。サポーターの皆さん、大型新人入ってきましたよ。2個目です。ボケたの2個目です。この感じ。いいね、いいね。いいですね。まだ住んだことないのに第二の故郷。はい、やるね。いや、でもそんな故郷だと思ってもらえる土地を山形にたくさん作ってもらいたいと、モンテディオ山形では実は2021シーズンより選手が山形県全35市町村それぞれの PR や広報活動を行うアンバサダーに就任します。はい、それぞれの市町村の情報発信のサポートなどを行っていくんですが、アンバサダーに任命された選手たちはその自治体の広報誌や観光 PR、 オンラインでの学校活動に参加し、山形の魅力を市町村とともに発信していきます。それでは本日も参加していただいている選手たちが就任する市町村を発表していきたいんですが、はい、松岡選手、なんかルーティーンがあるそうで。なんかね、僕もどっちでもいいんですけど、選手からもなんかやりたいやりたいっていうのが逆に来てます。欲しがりなんですね。僕がしつこいのはあんまり好きじゃないんですけど、選手が俺もっていう、やっぱり盛り上がってみたいです。そのルーティーンは何でしょうか？恒例のドラムロール自分発表です。はい、できないです。いや何もないです、何も言ってないです。ケンヤ君大丈夫、できる？大丈夫です。あんま知らないですけど、ドラムロール何か分かんないですけど。そうか、ちょっと見てないもんな、そういうのやり方とかも。はい、何か分かんない。ずらしゃあないわ。でもまあまあ不慣れだと思うけど、やってもらう一応な、うん、はい、そうですね。じゃあ岡崎選手にはトップバッターとして想像でドラムロールを奏でていただいて。想像でいいんだ。はい、岡崎選手の思うドラムロールで頑張ってください。最初にドラムロール、市町村の発表で、その市町村についてご存知のこと伺っていきます。はい、はい、ドラムロールですか？うん、大丈夫、できる？いや、できてるかわかんないですけど、ちょっとやってみます。ああ、もうまあまあまあ、うん。じゃあ、新旧7番同士のコラボレーションで、松岡選手から岡崎選手へのドラムロールの前振りいただいてもよろしいですか？はい、じゃあ、岡崎選手、ドラムロールお願いします。トゥルル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 ル最後言わないの？いや、それ UFO や。これで習いました、広島県福山市では。そうなんや。すいません、ちょっと私 MC として市町村を言わないっていう通行のミスをしてしまったので、ちょっとテイク2お願いしてもいいですか？もう無理です。松浦ちゃん、ちゃんと市町村言わないと、あんたもこれ乗ってきたらダメなんだよ。ごめんなさい。あんたも参加者になっちゃってるから、これ。
てっきり UFO って言うのかなと思って待っちゃいました。ドラムロールが福山市ではこれなんですよ。すいません、山形県鶴岡市では違うドラムロールで習ってきました。どこ、まずじゃあ言っちゃおう。鶴岡市ね。はい、そうです、鶴岡市です。あー、よっしゃー、鶴岡市でした。はい、鶴岡市といえば、うん、岡崎選手何でしょう。鶴岡市は結構行ってたんですよ。お、行った時にめちゃくちゃ良くて、あの、はい、メモしたんですよ。ありがとうございます。読んでいいですか。うん、はい、どうぞ。鶴岡市は古くは城下町として栄え、山、うん、平野、川、海に抱かれた豊かな自然環境のもと、ユネスコの食文化創造都市にも認定された食材と食文化の宝庫です。また高度な研究機能やバイオ関連産業の集積が進み、夢の素材、人工クモの糸の開発で世界からも注目を浴びるスパイバー社など、ベンチャー企業も続々と誕生、躍進を遂げており、チャレンジしたい若者大歓迎です。移住コーディネーターと各専門部門が連携し、移住希望者をトータルでサポートします。っていうメモしました。それメモ違う。どっかのホームページの引用、それ。コピペじゃないですか。コピペや、これ。この男行ってないよ、この男行ってないよ、みんな。本当に来ました。行ったの？行って、うん、嫁と子供とメモしたのがこれでした。お嫁さんと子供と移住コーディネーターのことまでお話になったんですか？いいとこだなってなったんで、移住も考えました、ちょっとだけ。それがあんな、なんかビジネス分になっちゃうの？はい、なってしまったっす。いや、最後、嫁さんに行ってしまうみたいな。しょうがないですね。本気なんで、あの。なっちゃいました。誰に向けてやってんの？じゃあ住んでくださいね。ほんまやな。あれがちゃんとした分ってことは住まなあかんか。そうですね。いや、俺は知ってないけどな。あの、山形県のホームページに載せても差し支えないぐらいの文章でしたから。いやいや、そんなことないです。いや、差し支えないし、多分どっかと同じ言葉が出てくると思う。だってコピペだもん。調べんといてくださいね、絶対。みんな調べんといてくださいよ、やって。ダメですよ。調べて、あの、ここのやつですよって教えちゃダメですよ。やめてください。じゃあ、さあどこから引用したでしょうか。か。そういう問題じゃないです。じゃあ、松岡さん、あの、西町村目行きましょうか。ごめん、時間食った。ね、はい、けんやがボケるから。じゃあ、けんやくん。2つ目のいいですか。はい、2つ目のドラムロールお願いします。ドルルルルン、おはや、三河町です。みなさん、いや、知ってるじゃないですか、ドラムロール。今のはどこの、ドンジュンがこう、ちょっと教えてくれます。ドラムロールこうだよって教えてください。ドンジュン知ってるの、すごい。じゃあ知ってます。ちょわよちょわよ。三河町といえば何ですか。三河町もちょっと行ったんですよ、去年。はい、まあ、家族でね、観光がてら行ってんのか、偉いな、うん、その時の感想教えて。ほんだら三河町が山形県北西部、庄内平野のほぼ中央に位置し、町の中央を流れる3つの川の恵みにより全国有数の穀倉地帯となっています。松岡さん、ま、道7号嫌な予感がする。国県道が大縦断し、中央港湾酒田港や庄内空港、山形自動車道までのアクセスも容易であることから、庄内地域の交通の要衝となっています。このため町の西部地域には東北最大級の大型商業施設が集積しています。皆さん、今すぐ YouTube ライブ止めてください。松浦さん、はい、いかがですか。これはどこかのホームページから引用してきたとしか思えないほど素晴らしい文章でしたね。鶴岡市行って三河町も行きました、そのままその足です。確かに庄内地方ですけど。同じ感じで、じゃあ文章でまとめてるってことね。そう、行ったところメモする癖があるんで。なるほど、お子様と奥様と話し合った結果、うん、あなったんですね。そうです。
あかん。今日ね、カナト選手といい、ケンヤといい、これ、あかんぞ。反省会っすか。これ時間足りへんぞ、これ。そう、ちょっとこのサインが出始めてますからね。この男たちは、皆さんどうですか、これ。本当くぅ行きましょう。あの、YouTube ライブチャット欄に、オカペディアっていう造語が生まれてますよ。はい、オカペディアいただきます。オカペディアでしたね。よくないです、よくないです。すいません。じゃあ、ちょっと、阿部かなと選手に、ちょっとね、場を切り替えてもらいましょうか。はい。はい。よっしゃ、僕から行く？はい、お願いします。じゃあ、阿部かなと選手は、じゃあ、ドラムロールわかる？ちなみに。はい、わかります。オッケーオッケー。じゃあよろしくね。はい。はい、じゃあ、阿部かなと選手、ドラムロール、お願いします。ドルル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 昨日登場してくれたハンダリク選手の出身地でもありますよね。なんかハンダ選手とは仲がいいっていう話もありましたが、阿部選手、神の山といえばどんなイメージありますか、うん、名産とか。そうですね、自分が知ってるのだったら、うんうん、桃とか、あと飯坂温泉とか。飯坂温泉、あ、すいません、間違えました。何何、自分の地元のこと言っちゃいました。赤野郎、誰が自分の福島の名産言えって言ったんだよ。なんか地元っていうワードが聞こえてきたんで、ちょっと。すいません、私のせいか。あ、すいません、ちょっと間違えました。ついついうっかりね。ついついうっかりしちゃいました、ね。もう本当にうっかりさんなんだから、はい、てへわ、てへ。てへ。てへペロ。てへペロ。かわいい。いや、オッケーちゃうねん。え、ダメなんですか？ボケすぎやねん、今日。お姉さん可愛くて許しちゃいそうになりましたよ。何で？テヘペロ？テヘペロ。けんや、やっぱテヘペロやわ。もう一回やってみて。いや、もう一回はちょっときつい。え、なんで？まあ、最後にちょっと3選手でテヘペロね、お願いね。わかりました。オッケーオッケー。じゃあ、もう一回。阿部かなと選手、あと西町さんありますので、どんどん行きましょう。はい。はい。ダラララバン。大江町でーす。よいしょー。大江町。はい。どんなイメージありますか？ラフランスとかが有名な。そうですね。フルーツが結構ね、はい、力入れてますよね。フルーツ好きですか？はい。自分、ラフランスとか結構好きなんで。おぜひ食べに行きたいです。ね、ぜひ大江町の皆さん、阿部選手に大江町のラフランスを。言っとくけど山形の人たちはね、段ボールですぐ送ってくれるよ。本当ですか。よかったね。はい。本当本当。うん。オッケーオッケー。じゃあ3つ目いくか。はい。はい。じゃあ3つ目お願いします。ドルル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 ル船形町。はい、こちらはどんなイメージでしょう。マッシュルームとかが有名聞きました。また食べ物来ましたね。マッシュルームも好きなの？好きですね。好き。ちょっと今悩みましたね、間が。いや、好きって言ったら送ってくれる。うん。嫌いなものはないんですけど、まあ、はい。ちなみに好きなものは何ですか？好きなものはやっぱりフルーツとか、やっぱりフルーツね、うんうんうん、じゃあフルーツ盛り合わせを多分段ボールで送ってきてくれるわ。そこにマッシュルームも入ってますね、きっと。そうそう、いいね、オッケーオッケー、ありがとう、うん、ありがとうございます。イエーイ。さあさあさあ、はい、ミン・ソンジュン選手です。2つの市町村のアンバサダーを務めていただきますので、うん、2回ドラムロールを鳴らしていただきます。ソンジュン選手、ドラムロールわかる？皆さんわからないです。わからない？はい。あ、
まあちょっと見よう見まねでやってくれる、うん、さっきね2人の選手が先にやってくれてたので何でも頑張ってください。できないです。ドゥルルできないです。いやできてる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 。これで遅いです遅いです。いいよいいよ、うん、あじゃ あの試合中のコーチングっぽくドゥルルルって言ってくれるかい。それでいくよ。パス悪いですね。現役時代からパス下手くそやってん。やかましいわ。いや忠実って言ってましたよ味方に。見えてる人だけね。そんなんええねんけんや。いくよ孫淳選手。じゃあ発表お願いします。あじゃあドゥル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 ドゥン。戸澤ペラです。よいしょ。かわいい。上手上手。とっても上手です。ちょわよちょわよちょわよ。戸沢村といえばどんなことを知っていますか？はい、戸沢村には韓国の料理が食べられる道の駅があります。はい、南陽市ブドワインが有名です。うんうん。あ、先にあの発表する前の市長さんまで言ってくれちゃいましたね。いいんだよ。いいんだよ。ああ、面白い。ちょっと今日あの可愛いが止まらないんですけど、どうしましょう。そうやな。今日キュンが止まらへんな。キュンが止まらないです。ああ、まずじゃあ戸沢村の。はい。韓国の料理が食べられるお店、道の駅っていうのが高麗館というところなんですが。戸沢村って結構何十年も前から韓国との交流が盛んで、韓国からいろんな方がお嫁さんに戸沢村に来たなんていう歴史もあるんだそうですよ。そうなんだ。うん。ドンジュン選手は日本のキムチ食べましたか？はい、食べました。あ、どうですか？美味しいです。あ、よかった。韓国のキムチと日本のキムチはどう違います？あんまりないです。似ています。一緒ぐらいです。美味しい。美味しい。嬉しいね。ね、うん。日本のキムチ代表としては嬉しいな。いつの間にキムチ代表になったんですか？あ、やっぱ誇れる。世界の誇れる。で、あの、二つ目の市町村なんですが、はい、どうしましょうね。いや、一応行くか。はい。じゃあ、はい、もう一度ドラムロールお願いしてもいいですか？お願いします。ドルルルルルボン。南陽市でーす。オッケー。さあ、はい、読もうか。じゃあもう一回あの、うん、下の書いてある紙読もうか、はい、下南陽市はのところです。あ、さっき読んでくれた南陽市はブドウワインが有名です。はい、ブドウとワインが有名です。そうだね。はい、真面目やか呼んでくれた、ありがとう。うん、もうあの孫淳かわいいなっていうコメントが来てるんですけれど、私も激しく同意です。激しく同意ね。なんてかわいいんだろう。激しく、うん、そうか。今日はじゃあかわいい人多いね。ね、多いですね。孫淳選手、かなと選手だよ、はい、あとオカペディアも可愛かったですよ。ちょっとだけ顔見してもらっていい？いまいちですよね。一緒のような顔してる。一緒？出てきます。まあ同じ7ですからね。さあ、そういうことですわ。あ、はい、ということで、本日出演していただいた3人の選手にアンバサダーを務めていただく市町村を発表いたしました。ではここからは今日から今後発売予定のキャンプグッズの紹介を始めさせていただきます。なるほど。本日ご紹介するのは2021スプリングキャンプパーカーです。こちらです。こちらが2021スプリングキャンプパーカーです。お色は3色展開で、オートミール、青、黒の3色です。販売価格は税別4500円の予定となっています。明日29日からオフィシャルオンラインショップで受付を開始します。
まもなくキャンプ地にも届くということですので、届いたら実物も紹介させていただきますね。さあ、それでは選手の皆さんにもこの画像をご覧いただきましたが、阿部選手いかがでしたか、このパーカーの感想。あ、デザインがとってもおしゃれで、うん、私服としても着たいと思います。あ、本当ですか。着てどこ行きたいですか。着て上野山温泉に。お、ハンド選手とぜひ一緒に巡ってください。才能あるね。うん、すごいですね。はい、ということで2021スプリングキャンプパーカーのご紹介でした。受付は明日スタートとなります。さあ、続いてはモンテディオ山形では2021シーズンファンクラブ会員を募集していますので、そちらのお知らせもさせていただきます。ここでしか手に入らないファンクラブ限定のグッズのプレゼントもございます。さらに招待券1枚プレゼント。一試合でもスタジアムで観戦するならファンクラブ入会が断然お得です。またチケットやグッズが会員価格でお得に購入できたり、選べる入会特典グッズは5種類あります。あなたはどれがお好みですか。どれもとっても可愛いですよね。こちらも実際のグッズが間もなく完成予定で、キャンプ地にも届きますので、番組で実物も紹介させていただきます。なるほど。はい、ではミンソンジュン選手、ファンの皆さんにファンクラブの入会について一言お願いします。山形県外の通訳いる。山形県外の方で、はいはい、スタジアムに来れない、人も入ってください。入ってください。絶対。全部お前が言うてるかな。全部。大きい絶対損はさせません。絶対損はさせません。はい、わかりました。いや、全部あんたが言うてるかな。さすがオコペディアですね。トンジュン操り人形みたいなって思ってさ。全部、全部ケンヤの心次第。ね、ほら、オカペディアですから、しっかりとセリフをね、情報をね、出してくださって、はい、ありがとうございます。めっちゃええコンビやん。本当にニコイチです。なんかちょっとこのトリオいいですね。トリオいいね。うん、年代も国籍もみんなバラバラやけど、すごい一体ですね。はい、そうですね。なんか今後、もっとこう習熟していった姿が見たいです。大丈夫です。大丈夫。大丈夫です。この3個いっちゃう。もう大丈夫です。3個いっちゃう。大丈夫です。なんで単体の方が絶対111の方が絶対。そっちの方が生きる。生きます、絶対。一人やったらやばいですから、カナダ。いや、そんなことそうなの。なんかケンヤ君が知るカナダのなんかある。いや、まだあんまり接してないからわからないです。始まったばっかり。こっからやな。はい、かなたくんからは、じゃあ、けんやくんなんかある。いや、特にないです。それ、先輩に対してあんま言うことちゃうけど、まあええわ。大型新人ですから。そうそうそう。本当のことだもんね。ね。いや、もう、もっと見ていたくなるんですが、そろそろお時間となってしまいましたので、では最後にご覧のサポーターの皆様にお一人ずつキャンプと今シーズンへの意気込みをお伺いしたいんですが、では岡崎選手、阿部選手、ミンソンジュン選手の順でお願いします。では岡崎選手からお願いします。まあ、こういう状況の中で、コロナの中でこうキャンプをさせてもらっていることに本当感謝しながら、まあ、自分たちのコンディションを上げて開幕戦に 100% で持っていけるように最高の準備をしたいと思ってます。で、ホームに帰った時に、なんかたくさんの人がこうスタジアムに足を運んでくれて、応援してくれて、僕たちのことを後押ししてくれたら、まあ、僕たちも必ず力を出して J1 昇格したいと思っているので、まあ、応援よろしくお願いします。どうも。では阿部選手お願いします。こういうコロナ禍の中で、まあ、こうやってキャンプが開催できたことに本当に感謝しています。そんな中でもやっぱり自分はまだ入ったばっかで、まだまだ先輩方にも差が
あるので、まあ、そこを頑張ってこのキャンプで成長して、スタジアムで自分がプレーする姿をみんなに見てほしいです、ぜひスタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。では最後にミンソンジュン選手、キャンプと今シーズンへの意気込みをお願いします。私は怪我を早く治してコンディション 100% まで上げてグラウンドで会いましょう。応援よろしくお願いします。よいしょ、素晴らしい、ありがとうございます。本日のゲストは岡崎健也選手、阿部奏人選手、ミンソンジュン選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、明日のキャンプだよ全員集合、ゲストは23番ディフェンダー熊本優太選手、13番フォワード木戸光希選手、そして2番ディフェンダー山崎康介選手です。で、明日も松岡さんは MC なんですよね。はい、はい、出ます、暇なんで。なんか明日の3選手は横のつながりがある3選手だそうなので、その横つながりトークも楽しみですね。ちょっと僕、カナタって言ってたよね。カナト選手やもんな、ごめんな。はい、大丈夫です。そこだけです。阿部カナト選手ですので、皆さん覚えてくださいね。そして応援よろしくお願いします。さて、では改めて本日出演いただきました3人の選手の皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。そして MC を務めさせていただいたのは松岡亮介と松浦彩でした。ありがとうございました。めっちゃホリデー。あ、そう、シンディさん。